こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブン5ストライカーのニューデロ13実況の方やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、はい、ちょっとね、エキシビションでちょっと初めてですね、この実況初めてエキシビションで、撮っていきたいと思います。はい、参加プレイは 1P ということで、はい、 3P はないですよ。 3P は、はい、対戦するチームを選ぼう。はい、今回なんですけども、はい、ウィーリモコンメモリから、はい、ライモン中、私がカスタマイズしたライモン中、そして相手にはですね、はい、私がカスタマイズした帝国学園、はい、ちょっとね、で、この組み合わせでやっていきたいと思います。はい、さあ、試合前の準備だ。はい、ということで、今回なんですけども、稲妻イレブン最初の帝国戦、ゴーエンジがいなくても帝国に勝ちたいという、まあ、そういう企画でやっていきたいと思います。で、必殺技の状態とかを、1話の状態にするためにですね、物質モードであらかじめカスタマイズしておいた両チームで、対戦したいと思います。だからこのライモン中なんですけども、技を持ってるのは遠藤のゴッドハンドのみです。はい。それ以外の選手は確かね、必殺技まだ使えない状態だったので、まあ、とりあえず遠藤のゴッドハンドだけ持たせてある状態になっております。で、対する帝国学園の方もですね、まあ、佐久間の皇帝ペンギン1号だとか、キドの皇帝ペンギン2号だとか、ゲンダのビーストファングだとか、まあ、それで1話になかった技は、省いております。でもまあ、帝国学園はまあ、もともとまあ、40年間、ずっと優勝してる、まあ、高校だったので、まあ、ありそうな技は、まあ、このままね、外さずに入れてあります。今、ちょうどサトシさんがね、初代の稲妻イレブン、DS で実況されてるんですけども、まあ、ちょうどまあ、帝国戦のあたりなので、本当にね、タイミング的には一緒っていうか、なので、サトシさんの稲妻イレブン実況の方も見ていただいて、こっちも見ていただけると、すごい楽しめるんじゃないかなというふうに、思いますんで、よろしくお願いします。ということで、ちょっとやっていきたいと思います。はい。試合の設定をしよう。はい、スタジアムですね、旧ライモン中、コンピューターレベルはですね、まあ、強いでいいか、試合時間は5分、延長戦 PK 戦はなしということでやらせていただこうかなと思います。実況は各負けたらいきたいと思います。勝てるかな。やっていきたいと思います。はい、旧ライモン中ですね。試合開始だ。試合開始だ。はい、ということで、まあ、やっていきましょうか。はい、こっちはですね、本当にエンド以外は技がないので、本当にノーマル中段で得点を狙っていく感じになります。よろしくお願いします。さあ行きましょうか。さあ、敵前逃亡したメガネもちゃんとね、今回入っております。10番で、背番号10番で入っております。さあ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 。壁穴もね、ロッカーに隠れてたよね、1話。ねえ、懐かしいな。さあ、風丸。風丸はね、本当にね、体を張ったプレイが1話ではありました。さあ、風丸から染岡。さあ、染岡がね、この帝国戦ファーストシュート放ったんですよ。その染岡から、あれ、メガネが決めていく。背番号10番。おお、背番号10番、メガネが、なんと帝国学園から先制点を奪いました。おお。別にゴエンジがいなくても勝てたんだ。ということで、先制していきます。さあ、染岡溜まってますけども、シュートは打てないと。ただの、ね、もう、溜まってるのに出せないという、ちょっとね、男としては苦しい状態ですね。はい、ということで、はい、行きましょう。まあ、オッケー。さあさあさあ、五条さんですよ、五条さん。力投票1位になる前のまだ五条さんでございますけども。稲妻イレブン1話見てるときに、この五条って人ね、すごい気持ち悪いなと思ってたんですけど、まさか、人気1位にはね、登り詰めるとは俺思わなかったです。さあ、あっちの技を見ていかないといけないんだよね。デスゾーンちょっと見ようか、デスゾーン。見ようかってちょっとなんか舐めてる気がするけど大丈夫かな。さあ、これはデスゾーン来たよ。デスゾーン。稲妻イレブン最初の合体技、これでゴッドハンドで止めるかな。いきます。きついかなこれ。アニメでは実際に止めたんですけど、これ厳しいかな。厳しいですね。はい、同点です。はい、なんか腹立つなこのゴールボイス。ということで、はい、まあデスドアはね、もう1回だけ打たせるってことで、あとはね、もう打たせないように やっていきたいと思いますけども。さあ、ロングパス、メガネから、あー、これデブだ。メガネ体弱そうだな、もうこれだけで骨折りそう。さあ、染岡じゃなくて、これは風丸一郎太、五条さんのこれパスですね。普段だったらこうね、ザ・ウォール打ってるんだけどな、打てないんだよな今回。さあ、メガネから行きましょう、これヒーロータイムで。さあ、染岡来い。染岡じゃなくて、これ、あー、おー、吹っ飛ばせ、吹っ飛ばせ。
ッケーオッケーオッケーオッケー、ハンダがいきます、ハンダがいきますよ。さあさあさあ、ハンダからさあマックスシュート、ダメだ、惜しいですね。さあ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 、相手にシュートを出せたらおしまいです。多分軌道でもシュート打てないんですよ。うん、軌道単体のシュート技がねないんでね。はい、ツインブーストも外してありますから打てないんですよね。あ、これはサイクロン、これなんでさ、あのフォントがね、あの黄色いのかちょっとね当時分かんなかったんですよね。さあ止めろ、やばいやばい、これはまず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 い、ダメ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 、終わった終わった、やべえ終わった終わった、やばいやばい、終わった、終わ終わりでーす。やべえ強いねやっぱりなあっさりと、あっさりと2対1にされていきます。うわー強いな、この調子でどんどんゴール奪っちゃうよ。なんかこいつのさ、こいつすごいムカつくな。さあ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 、2対1になってしまいました。さあこのまま反逆の能力を上げることはできるでしょうか。さあ染岡から、まあ、実際にはね20対0まで差がつきましたから、まあそれに比べたら前線してるんじゃないでしょうか。アクション源田、源田、さあ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 、まああの最悪ゴンジ出します、最悪最悪、あの実際のアニメ同様危機的な状況になったらゴンジでファイアートルネードで打って決めたいと思ってますけども、まあそんな状態にはしたくないですね。あー五条さん、キラースライド、止めろ、オッケー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 、さあ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 、やべやべ、五条さんうまいな、やっぱプレーがうめえわ。なんだかんだまあ帝国学園でレギュラー張ってるだけありますね。さあクリマスから、クリマスでやんすよ、クリマスでやんすから、あーくそくっそー、ヒーロータイムで、さあさあまずいまずいぞ、これはまずいぞ、サクマサクマ、エクスタシーエクスタシーもう完全にパクリです。はい、これしかし止めていく、オッケーナイス、よしよし、さあ染岡から、染岡からやろうぜ、やろうぜ、キド、意味深ですね、ホモセックスをやろうとしてるのかな。さあ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 、いきます、ホモセックス、あのナリビアかな。さあ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 、いきます、風丸のこの素晴らしいスピードからアクスト、もうそのシュートパターンしかね俺ないんですよ。もう早くねこれもう修行やりて、武者修行企画やりて、オッケーナイス亀山。さあデブが走る、デブが走る、さあさあさあ、トイレには行きたくないのか。はい、おぼらししたい、失禁したい、亀山の失禁シーン俺見たいんだよ。さあアクスト、これもサイクロンか、ジョーカー仮面ライダーダブルですね、オッケー奪っていく、さあ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 、これはアクソ、いきます、オッケー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 、いきます、よーし、いいリズムだ、おお、音村ドッキーの弟子かな君は。さあ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 、カメラオッケー、さあ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 、これはオフサイドない、オフサイドないですね、オッケー、いいドリブル、オッケー、ちょ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 、あくそ、あっちもヒーロータイムか、そうブロッカーじゃないからさ、止める術がないっていうね、止める術がない、あ終わった、あ終わった、おわ終わりでーす。ヒーロータイム切れろ、今そう、サクマ転ばしたじゃん、ダメかダメか、デスゾーン、はい、これきついでしょ、止めてよ、エンド止めて、ちょっとこれもう連打する、連打する、俺の連打を届け届け、エンド守りに俺の連打が届け、神の手届け、ダメだーダメだー、3対1、この調子でどんどんゴール奪っちゃうよ、どんどん奪われてるわ、やべえ、これはもうやばい、ゴーニさんもう見てるよ試合、もう今か今かと出番が近づいてます、これあの、絶望的だと思ったらゴージ出しますんで、今回はい、そういうルールでやってます。さあさあさあ、はい、まあ絶望的、まあ20、まあね、実際のアニメの帝国戦も20対0っていう、まあ、絶望的な状況でしたんで、はい、まあね、絶望的な状況だったらこっちもゴージを出そうかなと思ってますけども、はいはい、まあ勝てないと判断したらね、さあ行きましょう、はいはいはい、まあ技がないからね厳しいので、ゴッドハンドでも止めれないからさ、まあまあそうですね、行きましょうか。さあ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 、正面方向からお遊びはここまでだ、ダメだ、オッケー、あ、ちょちょちょ、オッケー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 、いきます。さあメガネから染岡来い、俺にはこのノーマルシュートパターンしかないんだ、悲しいな、オッケー止めていく、よし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 、メガネメガネからメガネ、おーメガネいいドリブル、メッシメッシリスペクト、
サイクロン、うわーサイクロン多いなお前ら。そうなんだよな、まあ、全員技なしやってくださいっていうねコメントがあるんだけど、俺がそれしたらこうなるってことがねもう皆さん見えてます。はい、これ百列ショットか。まあ、これはさすがに、これはさすがにゴッドハンドですよ。これはさすがに。ゴッドハンドで止めてくれ。まあこれはさすがにな。これ止めれなかったらもうエンドをキーパー失格だよ。さあ、ちょやべえやべえやべえ。これはちょっとまずいぞ。うわ、五条さん笑ってる。さあさあさあ、五条さんに笑われた。なんか腹立つな。さあ。さあ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 、染岡からやべえ、五条さんおるや、五条さんおる、届くな届くな、オッケー、あーくそ、でもやばい、止めろ、あーくそ、天才ゲームメーカーの素晴らしいパスにやられてしまった。これもうきついだろう、オッケー、やべ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 、あーららららら、これはキロタイム投げ、さあさあさ、これで前半終了っぽいですね。やばいな、弱い、俺弱いぞ。うん、まあいつも通りなんですよ。俺の腕がないのはいつも通りなんですけども、後半なんですけども、はい、メガネガ君が敵前逃亡したと考えて、はい、ゴエンジ修也君を出します。はい、もうこれは勝てない、このままでは勝てないと判断しました。ゴエンジに任せます。はい、ファイアートルネードしか持ってません。一応ねやっていきたいと思います。はい、勝てませんでした、企画崩壊です。はい、諦めた諦めた、もう無理無理無理、ゴエンジ出さないと無理だよ。はい、さあいきます。はい、行きます。とりあえずゴエンジに任せましょう、うん、一応負けると嫌なんで一応ゴエンジに任せて、オッケーオッケー、さあさあさあ、やっぱゴエンジがいるだけで違いますからね。さあ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 、ちょっとこれアクション、あ、これファール PK、 今の PK もんでしょ今の、これはないわ。100列ちょっとか、え、こいつこいつってさあれ撃ったっけ、あ、こいつもあれか、こいつもあれか、ちょ、これこうやってデスゾーンを潰していくっていうね。パートナーをスライディングで潰してね、はい、いや、デスゾーンを封じるっていう卑怯な作戦を思いつきました。はい、ゴッドハンドで、まあこれはさすがに止めていくと。さあ、遠藤から染岡からゴエンジ、来た、これ来た来た来た、行きます。あー、くそ、あー震わされていく、くっそー、やべやべ。さあ、この状態からゴエンジがいたら勝てるのかという企画に変更しましたけど、さあ、オッケー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 、メイカー上がるでやんす。さあ、ゴエンジ来た、ゴエンジ来た、いいパス、オッケーオッケー、うん、信じてます。ちなみに、おとなしちゃん、帝国のマネージャーです。いきます、これいったかな、ファイヤートルネード、さあどうだ、ファイヤートルネードいけるかな。ちなみに、はい、ゲンダもパワーシールドしか持ってません。はい、はい、2対3、よしよしよし、決まったな、よし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 、こっから逆転いくよ、こっから逆転いきます。よし、あとはもうゴエンジがいかに貯めるかですよ。うん、ドーピングの準備はできている。さあ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 、よし、いけ、オッケー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 、昨日のさ、イリュージョンボール見たいんだよな、イリュージョンボール、うん、見たいっていうのがあるんですよ。さあ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 、ちょ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 、手応えねえな、手応えねえな、なんか煽られた。さあ、ゴエンジ TP まだ150ぐらいある、余裕だね。アクション、でもボールを簡単に奪われるっていうね。さあ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 、止めろ、オッケー、おう、ヒビ監督、ヒビ監督まだ就任してないんだけどね、本当はね。さあさあさあ、本当はね、冬会で来たかったんですけど、冬会収録されてないんですよ今回。いきます、さあ、同点追いつけ、すごい吹っ飛んでるな、ファイヤートルネード、さあファイヤートルネードで行ってくれ、パワーシールド、オーケーオーケーオーケー、でもゴーンジ入れると楽勝だなこれ。うん、決まったな、うん、ゴエンジいると楽勝だわこれ、楽勝だぜ、うん、ね、ゴエンジなかったらやっぱりあのアニメでも負けてたわ本当に、うん、でもゴエンジって偉大だわ、さすがツンツン頭、いくぞ、そうそうそう、ちょ、これ軌道にさ、イリュージョンボール打たせたい、来た来た来た、オッケーオッケー、イリュージョンボール、
そうそう、帝国ではね、キド10番だったんですよ。やばいやばいやばい、これはまずい、これはまずい。オッケー、危ねえ。デスゾーンを撃たれたらまずかった。さあ、行け、ゴーエンジ。ゴーエンジはいない。ゴーエンジ待ってるよ、ゴーエンジ待ってる。さあさあさあ、行きます。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。クリマス。クリマスでやんす。クラスを上げろでやんす。クラスを上げて、サメオカから風バロでやんす。気持ち悪いな、これ。うん。視聴者の耳を破壊していくスタイル。さあ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 、さあ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 、行きます。はい。ゴーエンジ溜まってる。本当に溜まるな、お前。溜まる男、うん、何回でも射精できる男、ゴーエンジシラでございます。さあ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 、やべやべ、これまずい、これはまずい、やめて。オッケー、危ねえ、撃たれたら終わってた。さあさあさあ、染岡が抜け出している。染岡からですね、ゴーエンジに渡していきます。いきます、いきます。さあ決めてくれ。さあどうだ、オッケー。ゴーエンジもうえぐいな、お前えぐいわ。うん、うん、もうゴーエンジ系じゃねえかこれ。うん、ということで、はい、本当にね、この活躍を見てると、あの20対0になってゴーエンジ入れて、 そしたらね、21対20で勝てたんじゃないかって、そういう疑いがね、俺の中でも浮上してきてるんですけども。さあ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 、風丸から影のさあ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 、やべやべ、これね、あの奪われてデスゾーン打たれたらまずいので、ちょっとねキーパーに戻したいと思います。ちょちょちょ、その中途半端なパスはまずい。オッケー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 、使い、ヒーロータイム使って、オッケー。さあ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 、ゴーエンジに渡していきます。もうゴーエンジ系だねこれ、はい、もうゴーエンジ武装だよ。さあ行きます。5点目行きます、行きます、はい、行きます、ドン、行きます。トルネード。さあどうでしょう。パワーシールド。はい。任せろ言うたね。まだまだ気を抜くな。ということで、はい、5対3。帝国よ早く5対3しろ。ということで、はい、ということでいきます。よし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 。もうゴーエンジのもうそのツンツン頭にさ、俺もさ、あのゴーエンジのツンツン頭は俺真似したよな。でもね、俺ね、あの時々ね、あの起床した時にさ、あの朝起床した時にさ、あのゴーエンジみたいなツンツン部屋になってることがよくあります。私の髪なんかすごいね、あの跳ねやすい感じなんで。さあいきます。染岡からあ、ゴーエンジ、あ、くそ、これノーマルシュート決まんねえか。ノーマルシュートでもゴーエンジが行きたかったところでありますけども。さあ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 、いきます。ゴーエンジから染岡、行け。あー、ダメかー。あー、でも源田を疲れさせてることに成功している。さあ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 、これはロングパスを上げられた、まただ。オッケー、しかしこれはハンダ、さすが初期メンバー。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。さあロングパスでまたゴーエンジが溜まってるよ。このゴーエンジの素晴らしいスピードもうやばいな。ゴーエンジエグいわ、お前もうエグすぎる。これでもうゴーエンジがとどめを刺していくー。ファイヤートルネード、いきます。パワーシールド、オッケー。よし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 、6-3、オッケーオッケーオッケー。決まったなということで、はいはい、うん、もうなんだこれ、もうゴーエンジにパス出してシュートの時はとりあえず決まるみたいなさ。うん、もうクソみたいなシャンティーカーだなこれ。まあいいでしょう、うん。まあまあ、ゴーエンジなかったらさ、多分逆に 6-0 にされてたのと思うしさ、まあまあまあ、これでいいでしょう。さあ行きましょう。存在感を見せるんだということで、おっ、そうそう、ということで、はい、オッケー。マックス可愛いよね、なんかね、うん、なんかそういうなんかチャラい感じのさキャラ俺好きなんだけど。さあゴーエンジからちょっと染岡でもゴール決めていった。オーケー、あー、くそ、ダメだ、うん、ノーマルシュートが決まんないね今日。あー、くそ、いくでやんす。さあさあさあ、オッケー、さあいけるっすということで、さあさあさあ、ゴーエンジがまた打ちます。はいはい、行きます。ファイヤートルネード、どうでしょうか。パワーシールド、オッケー。はい、ナビちゃん、ナビ兵、よし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 、はい、ということで、はい、あー、なんかもう後半もすごいクソみたいな試合展開になったな。はい、まあいいでしょう。これが
まあ、あの、うん、帝国戦の真実です。はい。あのまま試合を続けていたら、こういう展開になってたよってことです。さあさあさあ。いいパス。オッケーオッケーオッケー。あー、そう、風丸が後ろから倒された。もうゴーエンジ一人でさ、試合決めれる。やっぱり、ゴーエンジですごい天才ストライカーだったんだなって思います。あー、そう、最後にデスドーム誰だ。さあ最後にじゃあゴッドハンド最後に決めてくれる。あーダメだ、止めれねいつも通り止めれないというね。はい、イエーイ。なんか腹立つなすごい腹立つな、あの同弁ってやつすごい腹立つな、うん、俺のブラックリストに追加しておこう。さあこれで試合終了ですね。はい、7対4。はい、野球のスコアみたいな展開になりました。はい。ということで、はい。前半が、まあ、2点差つけられて、で、後半が6点取るっていう。もうクソみたいだな。はい。あっちが同盟4得点、こっちが5円寺、5得点あ、6得点か。なんじゃこりゃ。ということで、はい。今回はここまでです。で、来週なんですけども、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。はい。12月23日、まあ、今までの稲妻イレブン、まあ、稲妻イレブンの、ま、王が襲来、そして、究極の絆グリフォンは、ま、23日の公開だったので、まあ、この日に、あの、劇場版オールスターっていうちょっとチームを作って、まあ、やっていきたいというふうに思っております。ということで、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。皆さん、もう冬休み近いですからね、良い冬休みを送りましょう。さよなら、またの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 、